曲は本当にね、リクエストが本当に絶対に来る、うん、絶対にこの曲はフライミートゥーダブリアとかさえて、やっぱり絶対にリクエストいただきます。この曲とテネシーワルツはもう本当に定番になっておりますけれども、多少ジャズあまり知らないわっていう方たちでもこの曲をしているのでね、お送りしたいと思います。フライミートゥーダブリアからお聴きください。
私、世界最小ジャズボーカル、澤田真希でございます。そうだったねえ、なんかみんな知ってるのと思って自己紹介もせず、すみません、世界最小でございますので、座ってる方とあまり変わらないっていう、この辺に来るともうほとんど座ってる人も帰っちゃったっていう感じでございますけれども、何でも座ってる人、そしてオーギター、川手博さん、ヒロシですって言ってヒラリラリって言って Daddy and Mommy standing by.
では夏の曲をね、もう一回歌っていただきたいと思います。で、毎年毎年ですね、海に行って、ね、背が高くてハンサムで、いろいろで、なんだっけ、若い若いって感じなんですか。そういう人をゲットすると言っている割には、海にも行かず夏が終わってしまうという、ね、毎年そうなんですけど、ハーティさんは海に行ってビキニのレンジャーとゲット何でもないですよ。何でもないですか。昔あったんですね、やっぱりブイブイ言わせてたんですね、やっぱりね、ミュージシャンもね、かなり若いのでブイブイ言わせるんですけど、それでもね、今年こそはという願いを込めまして、これは、イパネマの娘という歌になっておりますけれども、私が歌うとちょっとややこしいことになりますし、娘、なんかおかしいものになってしまいました。Boy from Ipanema という、方で歌ってみたいと思います。では、ゼニバコに行ってみたいと思います。ゼニバコバージョンで Yes, I would give my heart gladly.
サイドで彼は私の方を見ていたら実はね、この辺ヒューって取りすぎていったわけですよ、ね、頭のぶつるだけそれは私が小さいからかいっていうことで、いたしました。それではね、先ほどのなんかオールディーズというね、ちょっとね、スタンダードジャズ、ジャズと、まあじゃあまあ、歌入りのものはね、ジャズ、ジャズと言いましても、笑顔楽とかそういうものが多いと思いますけれども、そういった流れの中にも、ね、50年代とかがありますとね、なんかジャズとオールディーズの狭間的な感じのね、なってきますけれども、バリバリのジャズの人にすると、こんなの、ジャズじゃねえみたいな、モダンジャズ好きのおじさまが、こんなのジャズじゃねえ、なんか怒られてしまったりするわけですけど、ドリス・デイさんのね、うん、ご存知ですか、そのドリス・デイでヒットしました曲を、私は Teacher's Bed。アメリカのね、お子たちはね、おませる、もう日本もそうなってきてますけれどもね、昔の曲でこれはね、先生のお気に入りと問題がついてますけど、先生のお気に入りになりたい、それってまずいんじゃないですかっていうね、ことでございますけど、お待たせします。Teacher's Pet。Teacher's Pet。I wanna be teacher's pet. I wanna be held and cuddled as close to you as I can get. Teacher's pride. I wanna be teacher's pride. I wanna be dated and rated the one most likely on your side. I want to learn all the names can teach me.Sure, with a little homework, I'd rather
国際でね、先生とちょめちょめ困った子だねということで、それではもう一曲、その辺の、今度はブレザリーサムのブレザリーサムね、これはですね、この世の果てまでという表現がついておりますのでね、まれに結婚式でこの世の果てまでついていくという曲かなと勘違いされて、結婚式で歌われる方がいらっしゃると聞いておりますけれども、決して歌わないようにしていただきたいと、もうね、失恋して、もう一巻の終わりみたいな曲でございます。で、一説によりますと、作った人のお父様が亡くなりまして、それでこの曲ができたという一説もありますけれども、小説ございます。とにかく、ね、一巻の終わりという内容の曲でございますのでね、お送りいたします。The End of the World。To Holland.
平和な感じでね、ちょっとスリルがダイみたいな、あのおっかないおっちゃんがなんかおいおいって言ってるのがちょっといい感じもしますけど、私あの実はあの趣味が屋台の呼び込みでございますあの次回はぜひ沢田を、あの呼び込みで使っていただきたいと思います。待ってます、売るよ、本当に売るの、ちょっと本当に売るの、あのね、本物のね人がね向かいに焼き鳥売ってたんで、私なんか野菜売ってたんですね。そしたらその本物のおじさんが惚れ惚れするすごいねやったって言って、焼き鳥を2パック食べてって言ってもうねすごいもうあのなんかもう転職じゃないかと、なんか降りてくるみたいな感じで、2時間でも3時間でもすごいもんで、ね、やってしまうんですけれども、本当に趣味なんです。どうぞ使ってくださいということで、営業してますけれども、ぜひ、ね、お祭りに沢田をということで、それでは、この間先日ね、天気早めさんがお亡くなりになりました、追悼の意を込めて、キスです。When I grew up,
what my spirit said. Guess there was a rock. Whatever we think we be, the future not ours to see. Guess there was a rock. What we think we be. Now I want children on my own. They and their mother would be like me. People live and end their life a dream.
Let it be, let it be.そういうことになりましたので、流れ的にこの曲を見ていきたいと思います。これはこれもですね、ポールのところですね、フーって言っておきたいと思いますけど、これも全然ジャズではございませんけれども、これもスイングでいってみたいと思いますね。アイスのハスタンディングで、シャボン玉ホリデーという、はい、
バンドがございましたけどね、ザ・ピーナッツ、ハルハジミさんって、ガチョウはタリケータ石井哲夫で食らわせて最後にかかっていた曲でございますけどね、今日もね、役者が揃っておりますので、お送りいたします。スタート。Another fabulous of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me the fear apart.Of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the long.The melody haunts my memories, and I am once again with you, where love is new, and each kiss an inspiration.Thank you.
From Chicago, LA.
Cheers.